50歳を超え、時間の余裕ができてきた A さんは、20年ぶりに高校時代の友人 B さんと食事をすることになりました。久しぶりに会った B さんは若々しく、家庭や子育てのことなど楽しく話が弾んでいます。でも A さんは以前に作った入れ歯の具合が良くなくて、料理が美味しく食べられません。一方 B さんは若い時のようにお肉や硬いものでも平気です。美味しそうに食事を楽しんでいます。入れ歯だとなかなかうまく食べられないわ。あなたは楽しそうに食べているけど、歯は悪くないの？いいえ、私も以前から入れ歯なんだけど、うまく食べられなかったので歯医者さんに相談してインプラントを使って補強した入れ歯にしたの。その入れ歯にしたら食事がすごく楽しくなって。その歯医者さんを紹介するから、あなたも一度行ってみたらどうかしら。じゃあ一度行ってみようかしら。先生、 B さんも入れ歯なのに、どうしてあんなに硬いものでも美味しそうに食事ができるんですか？ A さんが使っているような一般的な入れ歯、特に歯が抜けた部分の後ろ側に歯が残っていない場合の入れ歯では、食べ物を噛んだ時に入れ歯の後ろの部分が沈み込み、入れ歯が動いてしまうため適切に噛むことができません。また入れ歯が動くと、バネをかけた歯に大きな負担がかかり、次第にグラグラと動き始め、それを放置するとやがて抜け落ちてしまうことがあります。一般的に歯が抜けると、ある一定レベルまで次第に骨が溶けて吸収していきます。つまり歯がない入れ歯の部分の骨は痩せ細っていくのです。そして入れた入れ歯が動いてしまうことにより、その部分に不必要な力がかかり、さらに骨の吸収が加速されます。そこで一番奥の位置にインプラントを1本入れて支柱とすることで、強く噛んでも入れ歯は沈み込まず、よく噛める快適な入れ歯となります。これが B さんの入れ歯です。インプラントを1本入れることで、骨の吸収とさらなる歯の喪失を防ぐことができ、自分の体を守ることになります。この時、入れ歯の土台部分がプラスチック製の場合、強く噛むと入れ歯自体がたわんでしまう可能性があります。土台部分が金属製の入れ歯、金属衝撃紙を使用すると、剛性が高いのでたわまず、よく噛むことができます。また金属は小さく仕上げることができるため、違和感が少なく、より快適に使うことができます。そして将来的に入れ歯ではなく、自分の歯のように、さらに何でも噛めるようにするためには、手前に1本ずつインプラントを入れていくことにより、入れ歯から固定タイプのインプラントクラウンに移行していくことも可能です。インプラントクラウンにすれば、より自然に、より快適に、まるで自分の歯のように食事をすることができます。ただし、インプラントで補強した入れ歯に比べると、1回にかかる費用は高くなります。今は息子が大学生でお金がかかってしまうので、今回はインプラントを使って補強した入れ歯でお願いします。後日、再び A さんと B さんが食事をしています。私もあなたと同じインプラントで補強した入れ歯を入れたの。本当に食事が美味しくて楽しいわ。このようにインプラントを併用した入れ歯を活用することで、段階的に入れ歯からインプラントクラウンへと移行することが可能です。段階的にインプラントを増やすことで、患者さんの経済的な負担を軽減することができ、インプラントが増えるたびに噛めるようになったと
実感していただけると思います。ただ、インプラントを長期間良い状態で使用していただくためには、ご自身の歯と義歯の毎日のお手入れと、歯科医院での定期的なメンテナンスを続けられることを強くお勧めします。